Lecture of the Human Beatbox。 はい、というわけで始まりました Lecture of the Human Beatbox。 今回はですね、もうだいぶね講座を作ってきたわけですが、ここで一区切りとしてですね、曲を作るという講座を開きたいと思います。曲作り、これはですね、まあ基本コピーなんですけど、最初に頭の中で構成を練ります。まあ今回はですね、エリーゼのためにを題材として、やりたいと思います。まあ盛り上げ方としては、最初は静かめに行って、だんだん盛り上げて、最後クッと締める。これがビートボックスで曲を奏でる時の基本の音になります。例えばエリーゼのためにでやると、今日は、ハイハット伸びで始まったりだとか、エフェクターの音だけで始まったりとかですね。例えばこんな感じでだんだんと盛り上げていく、これがビートボックスで曲を奏でるときに重要なこととなっています。まあいきなり、もう激しめにいくっていう曲も、ないこともないですけど、基本は静かめのビートを刻みながらだんだんとこう盛り上げていって曲を一曲作り上げる、そんなイメージで、曲を奏でていくと、作りやすいですね。どの曲でも基本、作り方は同じです。皆さんぜひいろんな曲にチャレンジして、今まで、やってきた講座の技をいろんなこう組み替え方で、構成していって曲を作ってみてください。はい、ということでちょっと締めっぽくなってしまったんですが、今までビートボックス講座をやってきて、まあ週1で出してたんですけど、もうそろそろネタがねなくなってきてしまって、僕自身もまだできてない技もたくさんあるし、これからもっと練習して講座をいろいろまだ出せるようにしていきたいと思うので、この先は不定期でビートボックス講座を、ちょこちょこ出していきたいと思います。新しくできた技があったり、まあその他いろいろあったりした時、リクエストがあったりした時にも、出したいと考えているので、皆さんこれからも、僕のチャンネルを、ぜひよろしくお願いします。ということでですね、今回のレクチャーオブザヒューマンビートボックスは、こんな感じで締めになりますが、皆さんこの講座で次回会うのはいつになるか分かりませんが、頑張ってビートボックスを、皆さんビートボックスの腕を磨いて、ね、ビートボックスライフを楽しみましょう。ということで、今回のビートボックス講座は以上になります。ブンブン。Thank you for watching my video. See you next time.